今日はですね、一天文衛星ですね、アストロメトリー衛星、ね、これについてご説明申し上げます。一天文学は星の研究上の位置とその時間変化を測定する天文学で、年周期差をもとに三角測量を用いて測定を行い、この観測情報に分光観測から得られた視線速度の情報を加えることで、天体の三次元的な位置や運動を知ることができます。これは天文学において重要な基本情報であり、宇宙における天体の運動、力学を決定する重要な分野です。一天文衛星、アストロメトリー衛星で最も有名なのは、1989年8月に打ち上げられたヒッパルコスです。空を見上げて星座を探す。ね、昔の人は天のドームにね、星が張り付いていると考えていましたが、それぞれの星は地球からの距離がそれぞれ違っているわけです。で、紀元前2世紀のギリシャの天文学者のヒッパルコスは、約1000個の星を観測して初めて星の体系的なカタログ、星図ですね、これを作りました。この名前を付けて欧州が打ち上げた人工衛星ヒッパルコスは、1993年6月までに全天の恒星の観測を行って、約12万個の恒星についてヒッパルコスカタログとして知られる星表を作成しました。この星表には太陽系から330光年ね、100パーセク以内の星に対して星までの距離が高い信頼度で測定されています。しかし、観測から25年経過して、位置精度は時間とともに悪化しております。さらにもっと遠くの星までの距離も高い精度で求めたいということで、欧州では2013年12月に衛星ガイアの打ち上げました。で、このガイアは20等星までの約10億個の星の位置と運動を精密に調べるって。で、どのくらい精密かといえば、月面上の一円玉を地球から見分けられるほどですね。4億分の1度、ね、10万分の1秒角という革命的な衛星です。で、なお、ヒッパルコスの精度は1000分の1秒角です。で、これは太陽と地球の距離1億5000万キロを底辺とする三角形の頂点を1秒角とする距離を1パーセクしてますね。3.26光年ですね。これを単位とすると、太陽から半径100パーセク、太陽から銀河の中心までは8000パーセクなんですね。であったんですが、今回は太陽、すごい、だから銀河中心までは到底いかない距離ですね、近い距離ですね。で、今回は太陽から半径、ね、1万パーセク、つまり銀河中心まで、ね、測定できるということです。ね、この中の星、銀河中心までの星を精度よく観測できます。で、前任のヒッパルコス同様、ガイアは固定された2方向の、望遠鏡が2方向固定されてるね、から構成されています。2方向同時観測という異なる視野を同時に観測することで、衛星の、視線運動と星の分布の区別のために行うものですね。で、2方向を測るとね、衛星のが回転がおかしいとかね、それか星の分布が濃いとこと薄いとことか、そういうものが区別がなかなかつかないんですが、その2方向を行うことによってちゃんと区別がつくってことですね。で、重要な2つの視野にの相対角ですね、ガイアは106.5度ですね。この変動を測定するため、レーザーによる干渉磁場を使ってるわけですね。この自分の方の角度が狂っちゃうといけないのでね、それをきちっと確認するための、ね、レーザーを持ってます。で、ガイアの観測、各天体は5年間かけて平均約70回観測されます。で、同じやつをね、70回観測するんですね。で、これらの観測によって恒星の測位の、ね、パラメータが決まります。恒
恒星の視線速度、視線速度ってこうね、見た向こうとね、向こうに行くね、この上下左右じゃなくてね、手前と向こうってことね。でその視線速度はガイアの望遠鏡システムに取り付けられたあの分光計のねドップラー効果で測定されます。で、まあ、概要としてそれぞれの望遠鏡は 1.4m×0.5m の鏡を持っています。で 1.01m×0.5m の焦点面アレイで両望遠鏡からの光が投影されます。この像は 4500×1966 ピクセルの106の CCD イメージセンサーに送られます。でガイアは3つの科学観測装置を備えています。天体位置観測装置は 5.7 等級から20等級の恒星の位置角を測定します。高分解度分光測定装置は847から874ナノメートルの波長域、これはあのカルシウムイオンの吸収線なんですね。これの高解度解像度のスペクトルを取るっていうことで、あの17等級までの恒星のあの視線速度ね、あのドップラーのあの移動ですね、速度ドップラーであの速度がまあ移動することがドップラーで観測できるんですが、それを確認するためのものですね。だから分光高度測定装置は星の特性、これは温度とか質量とか年齢を調べる320から1000ナノメートルの波長域のスペクトルを取得します。で観測地点は地球から約150万キロメートルの、距離にある、ね、L2 ラグランジュ点です。それから日本でもですね、位置観測衛星のジャスミン計画っていうのがあります。でナノジャスミンっていうのはこれはあの超小型赤外線位置天文衛星ですね。この計画があって、それから小型ジャスミン計画と中型ジャスミン計画が国立天文台を中心に計画されています。特にこのナノジャスミンっていうのは重量が35キロの超小型衛星で、当初ロシアのロケットをブラジルから打ち上げる試験用のペイロードとなる予定だったんですが、まあ、2010年あの衛星は完成したんですね。ところが打ち上げが宙に浮いて、まあ東大に保管されています。で2015年、そのガイア衛星のチームがですね、あの支援を申し出て、まあ、あの欧州宇宙機関ですね、これが2017年の12月頃打ち上げ予定になっております。はい、ここからはあの季節 の, あのこれはですね、はい、あの国立天文台のジャスミン検討室のね、まあ、郷田さんという人ですかね、これがこの方があの作ってるやつですね。ガイアの状況とジャスミン計画ということですね。で、まあ、位置天文学ですね。これ可視光で位置天文学、あのヒッパルコスカタログね、これ 0.001 秒角ですね、1ミリ秒角ね、はい、ということでね、あのヒッパルコスとあの測定からね、もう25年も経って位置精度は時間とともにね精度が悪化するのでね、まあ引っ張るコストと同程度の精度でもそろそろ新しいカタログが必要だということで、このナノジャスミンを上げるということですね。はい、で引っ張るコストカタログと結びつけると固有運動の精度が1桁近く上がるということですね。はい、それから今後は天体的な位置天文観測データを用いた天の川銀河が、まあ、ますますね盛んになるということで、で位置天文あの観測とはということで、あの星 の, あの天球面上の位置とその時間的変化を観測するわけですね。で、あの位置、まあ、方向ですね、それから年周あの楕円運動と固有運動で、あの場合によっては特殊な動きをするということで、ね、あのこれを調べるということですね。で位置天文学とはって書いてありますが、これあの地球であの星を、まあ、見るとですね、で あの遠くの、まあ、星に比べてあの近くの星は、ね、
地球が太陽の周りを回転しているので、ね、こういう螺旋運動をしているように見えるんですね。こういうふうにね、はい、これを、ね、調べることによって、いろんなことを調べるわけですね。はい、それでいろいろ望遠鏡がついてますが、それでいろんな測定する、まあ、装置があるんですが、これ詳しく位置を調べるためには、このピクセルっていうのがこうありますよね。こうピクセルこう分かれてますよね。何ピクセルにも分かれてますね。でシャープな画像を焦点でこう結びますね。であんまりこうシャープだと精度がね、このピクセル以上の精度っていうのは出ないんですよね。このピクセルでこのだけの光が受けたということしかわからない。でだからこのピクセルの大きさ以上の精度は出ません、ね、ところがね、画像をぼかすことによって、ね、この例えばこうピクセルがこうありますね。そうすると画像がぼけてるので、いくつにもこういうふうに渡るんですね、光が。で強いところと弱いところができますね。そうするとそれを、まあ、特にこの端の方の勾配をこう結んでいくと、ね、その星 の中心がどこにあるかというのは分かりますよね。星の位置がきっちり決まります、ね、そうするとこのピクセル以上の精度が出るわけですね、はい。こういうことで、ね、精度、星の位置を決めてます、はいはい。引っ張る個性衛星と今後の位置天文学衛星の観測というので、出てましたね。これが天の川銀河ですね、で真ん中にバルジーがあってね、それでまあガイア計画だと引っ張るコースだとね、とかナノジャスミンでは、まあ、太陽系のすぐそばですね、ところがこのガイアなんかだとここまでね、こんな広い範囲が、まあ、調べることができる。でさっき出てきて、まあ、ガイアもそうなんですが、二方向同時観測っていうのはこういうことなんですよね。衛星の回転が不均一な時ですね、一定の回転をしてない時、その時にはこういう一様な天球面をこう見てもデータがね、まあ、濃いところと薄いところというか外密ですね、素密がこう出るんですが、この二方向を見てるので、この方向がね、回転によるものだとここが合うわけですね、はい。それから天球面にこう素密がこうある場合ですね、はい。そういう場合にはね、こういうふうにね、出るわけです。でまあ確認ができるってことですね、はい。でこれはガイアのね、外観ですね、はい。でこれは何かというと、ここに太陽からのね、光を遮る、ね、こういうような帽子のつばみたいなやつがついてますね、はい。でこれがガイア打ち上げる時の、これはまあどう見ても、まあ、ソユーズですね、はい、ね、はい。で一天文学の大革命時代の幕開けというのをね、ガイアは革命的だというね、10マイクロ秒角とね、地決定ができるとね、で10億個の星というね、というのでこういろいろあって、これだけあれば十分かというのがあります。でガイアっていうのはエルニの地点にいて、ここでね、スピン軸がこうあってぐる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 回るわけでね、で
太陽かに対して、まあ、45度の角度で、ね、ぐるぐる回るということですね。はい、でこれはあの、まあ、また別のやつなんですが、ね、ぐるぐる回ってて星があるとどうなるかっていうと、ね、出力イメージは光の尾びがビャーっとこうに横にこう流れるというふうになっちゃうんですが、ね、この CCD の読み出し用のあの転送を、ね、きちっと同期させれば、ね、星がこう止まって見えるということですね。はい、これもあのガイアのね、打ち上げてる場所ですね。太陽、地球、ね、で、まあ、L2 の地点ですね。はい、でこれ月が回ってるというですね。はい、でこれがガイアの鏡ですよね。この大きな鏡がこう2つこうついていて、ね、であのこっちから入った光がね、こうあのミラーのナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーツリーとかずっとあの反射されて、でこっちから入った光とこっちから入った光がこうですね。でこの角度が 106.5 度ということで、最終的にはここにね、はい、あの焦点が来て、まあね、あのフォーカルプレーン、ここにの CCD にこれですね、像が映りますね。はい、でこれの同じやつを、まあ、別のね、書き方でやったやつがこれですね。それから日本でのね、ジャスミン計画ってあるね。はい、でこれが日本のジャスミン計画で、ジャスミンがね、小型ジャスミンが想定する範囲とかね、ジャスミンが高精度に測定する範囲とかこういうのが出ています。でこれはね、国立天文台のジャスミン検討室のね、出てるあの、まあ、ホームページですね。はい、以上です。はい。